機会というのは、ね、あるかなと思いますね。さあマテウス低い速いボール、マテウスが全速力で前を取る。さあマテウス速い、さあマテウス抜けた、マテウス、マテウス、名古屋先生はマテウスの個人技ってところありますし、まあ、福岡からするとやっぱこのペナルティーボックスにマテウスを入れたってこと自体が少し、ここは一度変化、そしてまた相馬、ちょっとマテウスからのボール流れて、牛田、マテウス、そして相馬、マテウス、細かいパス回し、つなげていきたい福岡なんですが、そうですね、もうこの時にやっぱサイドバックが高く取っているので、こういうスペースが空きますよね、はいはい、そこをついてマテウス、まあ、ラテン語で、うん、まあ、来る山崎こぼれて、あとただマテウス、名古屋2点目追加点。マテウスからするとキーパーの位置と、まあ、ディフェンスの位置で、まあ、ニアサイド、マテウス、あ、ちょっと杉本厳しいかもしれません、そうですね、うん、さあマテウス中に入る、